はい。今日は平津市のケンさんが予約屋に来てくださいました。取材をしてくださるということでお話に来てくださったんですよね。はい、そうです。はい。で、なんかすごくそっぱなからご迷惑をかけながら大丈夫です。大丈夫ですかね。はい、本当にいろいろなんか、ちょっとアクシデントがね、アクシデント最悪がね、ふにゃふにゃでもうね、そうなんです。なんか不良品と思わずに使っていたとか分かったということで、もう動画いっぱいやってらっしゃる割には道具がねちょっと残念な感じで、残念でしたね。ちゃんとしたものを、ね、使ってくださいよ。もう買います。はい、お願いしますね。もう汗が止まりませんという感じでお送りしております。はい、お送りしております。今日はどうなんですよ。今日は、ニコニコで、ケンさんから花澤が、まあ、責められているのを見たいというコメントがあったので、多分それは肩を揉まれてるやつを、肩を、見たいっていうことなんじゃないかなと思って、前にまた別の、多分また別の方なんですけど、花澤さんがマッサージを受けてるのも面白いんじゃないですかね、みたいな、見たいなとか、いつもこうやってるのやってる人がやられる人になるのは、どんな感じなんだろうみたいなことじゃないかと思うんですけど、やっていきましょう。はい、はい、やってくださるそうです。わかりました。じゃあお願いします。じゃあと思うので、はい、どうしたらいいですか。ここに背もたれに、そうですね、背もたれに持たれちゃう感じでいいですか。はい、はい、では始めてまいりたいと思います。はい、お願いします。緊張しますね。はい、はい、じゃあちょっとこれ外しますよ。エプロンだけあるとやりにくいですかね。そうですよ。はいはい、はい、お願いいたします。はい、多分肩凝ってるんですよ。肩凝ってますね。そうなんですよ。いいですね。まあ、僕のね、はい、マッサージはこうねちっこくねちっこいこう手具なんですけども、はい、ねちっこくまずねこう優しく触ってあげるっていうのが大事にしてますね、僕。そうですよね。いきなりこう、ああ、そう、びっくりしますね。ね、はい、最初は、ね、優しくソフトに、ソフトにこう様子を見てあげる。はい、ほう。でこうですね、牽制を探してあげるんですね。牽制を探すたびにこう出かけるわけです。でこうで見つけて、こうでここで縦縦横横、縦縦横横、あ、そう、気持ちいいですね。ここですね。はい、縦縦横横をこうね、チックこうしてあげる、こう回してあげるところでこう、あ、響きますね。響きますね。はい、ここでここでこう、ここなんですね、左は。このツーンと、引かじます。右はですね、はい、右の方が張ってますね。右はここがツーンと来るところですね。はいはい、ここで牽制を効かせる、ツーンと、あー、響きますね。ダブル牽制でございます。そうすると耳の上の方のこのこめかみのあたりにこうツーンとね、でもなんか血行が良くなるような、はい、そうなんです。これをやってあげると、だから力でね、グイグイやらないという大事です。大事ですね。はい、やりすぎるとこんな感じで、ちょっと痛いですね。ほんと中指だけでこうね、おツボを見つけて効かせてあげるぐらいで、と十分でございます。なるほど。皆さんね、大切な、彼氏彼女にやってあげてくださいね。旦那さんの奥様にね、はい、喜びますよね。やってもらえたら嬉しいですよね。嬉しいですね。はい、で牽制に使ったやつね、この肩中油、肩外油のあたりね、少量経験のあたりとか、この辺をね、手拭いにあったやつですね。そうでございます。あ、気持ちいいですね。そうですね、切ってあげるわけですよね、この少量経験の筋肉の中に対して。いいですね、ゴリゴリやらないからすごくいいですね。そうですね。自分きついの好きじゃないんですけど、すごいソフトですね。ソフトタッチです。はい、気持ちがいいです。はい、はあ、上手ですね、やっぱり。ありがとうございます。当たり前ですけどでこの肩外油鉄棒のあたり、この辺にもこう大きいコリ玉ちゃんがありますので、いますね。ここでこうピエロちゃんですね。ピエロちゃんです。よく知ってますね。ここで玉乗りピエロちゃんをこうするわけです、はい、そーっとね。動画で見てたら、なんか結構みんなうーみたいなしてたので、もっと痛いのかなと思ったら、痛くないです。痛くないでしょ。すごい気持ちいいです。そうなんですよ、気持ちいいですよ。
で次はですね、この極上筋っていうね、はい、まあ、すごく真面目なマッサージやってますけど、ここ極上筋というね、極の上で、ね、肩甲骨の極のこの上のここのところをこうズボーンとこう効かせてあげてね、はい、やってあげる方がいいかな、腰のこう、これもこうすると効かせられます、ね、入ってますね、この筋肉の流れに対して直角にこう切ってあげるとこう捉えられますね、こういうふうに、ね、捉えてこのコリンとなったところでこうズボーンと効かせるみたいな、まあ、こうやって動かしてる時にもう効いてますね、そうですね、面で捉えて点で効かすという感じです、うん、面で捉えて、まあ、点で効かすみたいな、うん、おお、なるほど、いいですね、でそのままこの極上筋を結構張ってますよ、本当ですね、ありがとうございます、毎日ママはね家族のために頑張っておるんでございます、ね、そう、パソコン作業が結構多いので、あ、そうなの、そうですね、割と動画とかコメントとかメールとか予約の受付とか、はい、なのでね、やっぱりね、 いいね、 YouTube やってる方はね、動画編集とかでね、そうなんですよ、結構時間長いんですよね、そうなんですよ、YouTube のね、YouTube スペース東京でこう、うん、ハッピーアワーのね、それでもこうやってあげるとね、喜ばれますよ。そうですよね。今度行きましょう、一緒に。あ、ぜひ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 。あれ、行けるんですか、私でも。行けますよ。あ、そうなんですね。なんか1万人以上いる人とかなんかあるのかなと思いました。あ、そうなんですね。あ、超気持ちいいですね。はぁ、とても気持ちがいいです。さすがです。YouTube やってる方はね、結構いけますから、まあ、登録者数5000人だったらもう全く問題ないです、登録者数、あの2人ですとか言うと一応 YouTuber じゃないですね、今日 YouTube のチャンネル持ってますってだけなので厳しいですけど、そうですね、一応今6000人ぐらいになりましたかね、なりました、おめでとうございます、もうすぐ1万人いっちゃいますよね、いやいやいや、ね、あのね、坪月忠さんのね、リスナーの方ね、ぜひ世界の視察試験チャンネルにも登録していただくと、はい、あなたの、ね、はい、運気が上がりますので、上がります、ね、上がります、はい、あ、両方見るとそれぞれにこう多分う、ね、私から言うのもあれですけど、多分ちょっとやっぱりタイプが違うので、あ、こういう聞かせ方もあるのかとか、共通点があったり、あ、そこ響きますね、これはね、転送を聞かせておりますよ、ここが一番いいですよ、いいですね、あの左が超響いてます、ここですか、これを響かせるのがこの肩もみの中の花形的な感じで、ここですね、ツンと入れてクッと入れると、この力入れてないですね、キュッと入れて、ね、キュッ、あ、キュッと入れてキュッ、あ、キュッキュッキュッって感じでこう聞かせるっていうのが、なるほど、はい、リズムですね、そうですね、このクッと入れて上げる、うん、あ、でもすごくなんかもうどんどん肩が軽くなってる気がします、そうでしょ、はあ、素晴らしいですね、ありがとうございます、あとはもう何と言ってもですね、はい、この腕ですね、はい、腕のこの三角筋のあたりのこのね、ここをこう、うんうん、乳搾り的な感じですかね、乳搾り的な感じのこの、はい、押してあげて、気持ちいいですね、こうやってこれ、ね、ヒューンとこう、ヒューンと、ヒューンと引くんですね、おー、ひねり出してあげる、ひねり出すんですね、ひねり出す、おー、参考にいたします、真似します、把握充熱っていうのが、ちゃんと掴んで奥まで入れて、掴んで奥まで入れて、結構タコ中みたいな、タコ中、タコ中です、吸い上げみたいな、そう、吸い上げ吸盤、自分の手のひらが吸盤になったかのように、引っ張り出すんです、そうですね、把握充熱ってそうですよね、私も生徒さん、あの、うん、ソフィア生徒アカデミーでちょっと一応、うん、先生もどきみたいにやるんですけど、なんか金沢さんのは、うん、なんか吸われてるみたいな、うん、こう密着感ありますねみたいに言っていただいて、大事ですねそれ、そう、やっぱりこうギュッと引く感じは確かに持ってます ね、うん、そうですね、イメージを、はい、大事です、イメージ大事です、はい、イメージ大事ですね、あと、まあ、肩甲骨のこの内側とかね、うん、ちょっと結構入りますね、ギュッとね、柔らかいですね、割と動くは動くんですか、ね、そうですね、やっぱ右の方が張ってますね、全体的にね、筋肉がこう発達してますよ、あ、使っているからですかね、右の方はね、その相槌も癒しなんですね、きっとね、そうですね、疲
疲れですね。だってもうほらここ疲れ、ここ痛いでしょみたいな、はいはい、ねぎらいの言葉も癒しでございます。心のマッサージですね。そうですね、言葉がけ大事ですね。気持ちいいですよ。あとこのね、起立筋群のこういうところをこうクイッと、ここもこう横にこう切ってあげるとこう捉えられますよ。優しくね、優しく、あまりこう急にギュッギュッってやってくるので、そうですよね。あこうね、あこれ気づかせてあげる、こういうふうにクリクリっとしてあげて、あ、ありますよっていう、あこれこれこれ、あります、あります、響きますね。あー、聞いてます、聞いてます、聞いてますね、聞いてます。筋腹を捉えて、筋肉の玉感を捉えて、上からこうカツンとこう当ててあげるような感じでやってあげると、はーって伝わってますかね、この気持ちよさとかがすごいです。やっぱりうんとこうやってあげる、肩甲骨のこの間がね大事ですね。ここが凝ってると自律神経がね結構乱れ気味になってしまってね、うん、背中はすごく大事ですよ。大事ですね。うん、背中ほぐれるだけでね、はい、本当にあの自律神経がこう乱れてる方、辛い方っていうのはね楽になりますから。すごく真面目なこと言ってますよね。はい、呼吸が楽になりますもん ね。胸がこう自由に動く感じに、開きます。背中が凝ってくるとね、呼吸筋のね、この胸郭の筋肉もね凝ってきますし、あと横隔膜もね、ちょっと疲れてきて、凝ってきて伸びが悪くなっちゃいますよね。なのでこのね、背中のね、効かせどころキュッてやると胸の方までね、ピーンっていう響きがね、来たりとかもするんでね。ほんとすごいですよ、なんかスーッとしてきました。どうでしょう、通りが良くなってね、皆さんね、僕のあの、筋視圧、世界の視圧試験、肩こり用手ぬぐいをね、ぜひ購入してそうですよ ね。あの、それと DVD も購入してですね、ぜひあの気になる、気になるじゃない、あの、ね、愛する方をね、癒して、なんか本当に、すみません、ありがとうございますよ。4980円の DVD 買ったらついてくるってやつですよね。ついてきますね。はい、肩もみスターターキットでございます。いいですよね。はい。これは本当でも絶対上手い人が言うから説得力がありますね。うん、ありがとうございます。はい、勉強になります。このキワキワがね、こう大事なんです。このキワのキワのところにこうキュッと入れて、こうとこう効かせてあげるっていうのがね、なんか力じゃないんですよ。そうですね。コツです。うん、コツと指先のね、なんかしなやかな。本当 目があるかのようとか言いますけど、そんな感じですね。ズバリ、ズバリちゃんと。一回も外してないです、ケンさん。すごいです。こんなにできる人、そうそういないですよ、本当。ないですね、ちょっともう。本当に。ね、こうやってね。うん、すごい。頭が冴えてくる感じが。お、いいですね。はい。勉強疲れの人、仕事疲れの人も、うん、ぜひ受けるといいと思いますね。ありがとうございます。ね、マッサージ気持ちいいし。いつでもどこでもできますからね。そうなんですね。みんなでやってあげると。うん。素晴らしい。まとめに入ってますね。そうですね。時間がちょっと心配でした。そうですね。そういうな感じになっておりますけど、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。なんか、はい、ものすごく、うん、短い時間だったのに、うんうん、ものすごいボリューム感というか、うん、すごい一回も外れてないので、はいはい、あの濃度が高いっていうか。もう満足感がありますね、うん、ありがとうございます。とっても気持ちよかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お願いします。はいよ、はい、はい、まず剣性を探してあげるんですね、はい、こうね、ちょうど真ん中あたりに。いい動画構成ですね。そーっとこのネジ、ここね、ちっここ中指ね、中指を使うわけですね。中指でこう見つけてあげてほしい。まあ、小指でもいいんですけども、まずは最初ね、こうね、はい、中指でこうやるわけです。縦、縦、横、横、丸、かいて、ちょーんって感じです。ふざけてるようですけど、ちゃんと入ってますね。立っての時にこのね、突き上げてくる感じが、筋肉が押し返してくる感じがあるので、そこで止めて、で今度横、そしてここでも効いてますよね、うんうん、そしたらだんだん分かってくるんで、こうやって丸く円を描くようにして、こう絞っていって、最後ここでツーンと効かせると。バッチリです。
そうするとね、あとツーンときますから。すごいですね、素晴らしいですね。もうこれでいいですね。まあ、あともぐり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 やると筋肉がね、傷んでしまうので、あんまりやらない方がいいです。もうこの腱性を探してるこの行為自体がこうマッサージになってますから、ね、こうやって。だからこうやってツボを探すときにこうやって、どこツボ、あ、ここみたいな、そういうのじゃなくてね。上手にこうごまかすと、こうやって、ね、なるほど、それはぜひ私もこう生徒さんとかに伝えていきたいですね、はい、ありがとうございます。はい、あのよく、うん、筋切るやり方あるけど、うん、筋繊維がばらけちゃうから良くないっても言うじゃないですか、うん、だからあんまり長くやらないっていうことですよ ね、 そうですね。あとゆっくりめにやるっていうことですかね。そうですね、あんまりグイグイやると、ね、はい、ゴリゴリはね、ゴリゴリやってもこう、はい、少しだけでいいんです。こうやって決めて、見つかったらそこで決める。おお、素晴らしい。こうやって、あ、ここだな、効かせるところを見つけ、そこでツーンって決める、はい、こうずっとグイ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 やっちゃダメですよね、はい、それだね、その同じような筋膜が炎症を起こしてしまいますからね、筋肉がね、そんな感じでございます。軽く筋繊維を切るぐらいでいいですよ、うん、深く入れちゃったらダメですよね。深くやると痛い。そうですよね、もうマッサージとかしやつと面白いもんね、うん、ある程度こう強くやってね、こう筋繊維を破壊してね、うん、こう破壊と再生でね、うん、逆にこう良くなるみたいな。あ、なんか揉み返しもね、少しの揉み返しだったらいいんですけど、あ、そうなんですね、程度の差ですね。まあ、あんまり何にもやってないみたいでも困りますもんね。そうなんですよ、ちょっとなんかね残るぐらいが、うん、そうですよね。そのさじ加減が難しいわけですよ、ね、はい、運動もね、やっぱほら、うん、心地いい筋肉痛ってね、うん、ありますね、気持ちよかったりするんですけど、あります、やった感があって、ねえ、うん、あんまりやりすぎるとね、次の日動けなくなっちゃうし、どうなんだそれはみたいな感じになっちゃうんでね。そうですよね、うん、あ、でも本当にいや意外とこれすごく難しいですよね、肩もみ簡単そうに見えて何もないところでこれだけやるのはすごいです。もう先ほどやったんでもうほぐれてます、ね、まあ、こんな感じ。あと転送のここのところでツーンとこう、ツーンとこういう首の方に向かって、目に向かってこうと上げてあげるところで、あ、なるほど、こうちょっと寄せるっていうか、そうですね、両手で首に向けるんですね。真横じゃなくて、うんうんうん、こっちの方を、おお、確かにその方が、これが滑っちゃうんだってね、うん、なっちゃいますね。この筋肉の極下筋の筋肉の減りに対して垂直にこう圧を入れるんですけど、肩甲骨の上のところでこう、うんうんうん、肩甲骨に当ててスライドさせる。うーん、いいですね、素晴らしいですね。おー、響いてます。はい、ありがとうございました。でもなんかやっぱり感じが変わってきますね、うん、何回もかやってもらっていると、うん、なんかほぐれてきて、うん、本当にちょっと柔らかくなった感じが、うん、実感があります。ふわっとしましたね、筋肉がね、うん、しました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで